みなさんこんばんは、桜井ほのか、小学6年生の11歳です。よろしくお願いします。最近あった出来事は、ちょっと悲しいことなんですけど、身体測定をこの前やったんですけど、その前に体育の時なんとなくの列で並びたいって先生が言って、靴履いたまんま測った時に2人ぐらい抜かしたんですよ。それですごい嬉しくて、ママとかにもすごい自慢してたんですけど、身体測定が終わった後に結局抜かした2人に抜かされて、結局また前から2番目になりました。それが最近あった出来事です。と次歌う曲は新しい曲なんですけど、ルイさんの月の雫を歌います。聴いてください。